とこんにちは。はい、豊さん、今日は実現したな。そうです、朝から、まあ、実現ちょっとしなかったんですけど、それを先に言うな。すいません、お前引っ張ろうと思ってるのに。いやでもほら、実はみんなそれが見たかったんですよね。見たかったな。本当ならあのパドレスのダルビッシュ投手とエンゼルスの大谷選手のいわゆる投打の対決ですよ、うん、注目されてましたよ。そうだな、はい、いや俺も見たかったけどさ、あれなんでなのかね。あれ多分あの大谷選手が今度ベーブ・ルースの記録を抜くという大記録が、あのピッチャーとしてもうすぐもうマウンドに上がるので、まあ大事を取って、代打でもなできなかったですからね。まあまあなあ、そうなんです。まあ残念だったけど、はい、日本ハムの先輩後輩なんだよ。すごいよな、そう考えたら日本ハムってすごいですね。すごいよ今天然してる。有原だって日本ハムで向こう行ってる。そうなんです、多いですよね。いやすごいすごい。ただまあ大谷がダルビッシュに憧れてたっていう話があってね、はい、まあピッチャーとしたらダルビッシュってやっぱ最高だよ。それはもう日本ハム、まあもう入る前からもちろんすごいもう有名でしたし、ピッチャーとしていろんなものが兼ね備わってるというね、はい、まあ例えば球威だったりだとかさ、まあ球種だったりだとか、はい、勝負強さだったりだとか、まあいろんなものを兼ね備えてるよね。そうですね。だからピッチャーとしたらやっぱ俺がこう歴代で選ぶでもダルビッシュを選ぶよ。そうでしたよね、ベスト9でピッチャー。それなぜかというと、はい、本気の時のダルビッシュは打てないよ。それはもう日本ハム時代からそうでした、うん、そう感じた。ギアですか、うん、それとやっぱこうちょっとずつやっぱ彼なりに進化をしてるよね、はい、だから投げ方もちょっと変えてるしさ、テイクバックとか進化を遂げようとしてるし、まあアメリカになぜ行ったかというと世界一のピッチャーになりたいという、はい、まあそういう夢をね抱いて行ったんだけど、はい、まあそのと、まあ、当時話をした時に、もう世界一じゃないのって、うん、日本にいる時からね、はい、まあ、そういう俺は感じ方をしてたんだけど、いやまだまだですと。で、まあ、向こうでタイトルとかもやっぱこう狙ってんだろうね。そうですね、あ、うん、まあ、昨年惜しかったけどね、はい、惜しいところまで行ったけど、ね、まあピッチャーだったら誰でも憧れるんじゃないの。ですよね。だって大谷投手の憧れがそもそもダルビッシュ投手だったんですもんね、うん、その高校生の花巻東の頃から、うんうん、まあそれとそのなんていうの、大谷の投球術を見てると、はい、やっぱこうメジャー行ってからギアを上げる時と、はい、やっぱ変化球を多投する時といろんなメリハリができてきてる。それはある程度コントロールが固まってきたということなんだよ。だからこれからなかなかやっぱ勝てないと思う。いや勝てないっていうのは相手が、うん、そうですね、だから大谷が勝つっていうことなんだけど、はい、でもこの前見てたらさ、投球をそれまで96、7マイルだったんだよね、はい、だから150、5、6、7ぐらいだったんだよ投げんのが。でピンチの時があってさ、はい、でどうするのかなって、それまで変化球主体で行ってて真っ直ぐは見せだめみたいにしてたんだけど、どうするのかなと思ったらやっぱこうキャッチャーのサインに首振るよ。うん、で首振ったらどうするかなって言ったら100マイルバーンバーンって投げ出したんだよ。だからね、持ってるギアのパワーが違う。余力がすごいってことですよね。余力がすごいだからそれができるのはやっぱダルビッシュを見てるからできるんだと思う、うん、だから憧れという先輩を見ながら、ダルビッシュもそうなんだ。ダルビッシュはまあ長打がないとか、うん、そういうバッターに対してはスッスッと変化球で、はい、かわすようなことするんだよね、はい、いやいや、まっすぐなんかもったいなくてみたいな、もう本当にそのぐらいのピッチャーだからさ、はい、だけどここ一番といった時はさ、やっぱバーン来るんだよね、うん、だからやっぱ共通して言えることはもうギアの入り方が違う、うん、あとそのダルビッシュ投手が結構その SNS を駆使して、あの例えば自分のトレーニング方法であったりとか、うんうん、客観的なものをこう自分で構築したりとか、うんうん、あとオフにハムの投手だったりとこう教え合うだったりとか、うんうん、そういう発信で結構日本の投手ってそういうダルビッシュ投手の、うん、そういうなんかこう受けてるのかなっていう、そのまあ影響は受けてるよね、うん、まあ千賀だってそうだしさ、はい、まあ、昨年アメリカ行って、はい、でダルビッシュと一緒に練習とかやったりとかいろいろしたけども、やっぱ少なからずその影響を受けてるピッチャー投手陣たちは多いと思う。そうですね、うん、でもそれを見せることによって、まあ、自分の手の内というか自分の技術をいろんな人に伝えていくっていうことも一つの使命と思ってるんですかね、やっぱダルビッシュ。まあ一つの使命というのは住む世界が今違うからさ、
やっぱメジャーと日本だし、はい、まあでもダルビッシュのタイプだとやっぱこうやったらいいよ、ああやったらいいよっていう、まあウェルカムだからさ、はい、来ないものに対しては手を差し伸べないけど、来るものに対しては差し伸べるタイプだから、うん、まあ今回の対戦でも、はい、大谷とダルビッシュっておそらく一緒に飯食ったりとかしてるかなと思うんだよねそれがグラウンド内とかで、はい、まあ、交流はあるにしてもやっぱそういうアドバイスだとかもらってると思うよね。そうですね、うん、でその今豊さんがそのダルビッシュ投手と、まあ、大谷投手のまあ似てるとこ、そのギアの入れ方がやっぱり余力がすごい、うん、じゃあ逆にこの似てるようでお互い違うところっていうそれはね感覚だよ。感覚、うん、ダルビッシュっていうのはピッチャーの中のピッチャーなんだよ。だけど大谷は打者の中のピッチャー。見てると比率的にはダルビッシュは 100% ピッチャーなの、はい、でもマウンドに上がっても 80% の大谷のピッチャーなの。これが野手になると100打者になれる。だからやっぱね野手寄りのピッチャー感覚わかるかね、この言ってること。多分そのプロの方だと多分あるんでしょうね、野手寄りの。だからまあ高校野球を見てると、はい、まあピッチャーも野手もやるでしょ、はい、でもまあスカウトが見てて、あ、この子はいやピッチャーよりバッターの方がいいなっていうような、うん、そういう見方をされるということで、大谷は高校野球してても今年京都国際とか神戸国際のピッチャーとかはバッティングがいいんだよ、バッターの方がいいんじゃないかっていうような、おそらくスカウトの見方すると思うんだよね、はい、それと似たような感覚だから、マウンドに上がってても例えば打たれても打てばいいやっていう、あ、まあまあこれはちょっとまたニュアンスは違うんだけど、まあ、それに近い感覚で、ダルビッシュは打たれたら次にどうやってやり返すかっていうの、まあ、大谷ももちろん考えてると思うけども、100考える。だピッチャーだったらこう投げる、うんうん、大谷はマウンドに立ってて俺がバッターだったらここ狙ってるからこっち投げる。あ、思考がやっぱりちょっと思考が違うんだよ ね、 あ、だからなんていうの、日本語と英語しか喋れないっていうんじゃなくて、大谷ってバイリンガルなんだよ。あ、いわゆるそ野球のところで、まあ、日本と英語やってもイタリア語で喋るんだったら、ね、なああごめんごめん、イタリア語で喋っちゃったみたいな、今、はいはい、返事しちゃったみたいな、うん、まあ、そういう感覚の違いっていうのはやっぱ大谷とダルビッシュではあるだろうね。だから、まあ、言えばダルビッシュはピッチャーの中のピッチャーだよ。すごいですね、キングオブピッチャーということです。いや、まあそうだよね、ピッチャーの中のピッチャー、一つのトレーニングするのでもピッチャーとして成立かどう、はい、成立するかどうかっていうのを考えられるピッチャーだし、トレーニングもね、はい、で大谷、投流の大谷はやっぱそういうことも考えながら、でも野手のことも考えてるでしょ。だからそこには感覚のズレってあるじゃない、できるじゃない、どうしても、はい、だからそういうタイプのピッチャーだよね、うん、あとダルビッシュ投手のその性格面というか気持ち面ですごく、まあ、後輩思いだったり選手思いだなっていうのが、例えばその前田健太投手が今回あの肘の手術をした時も、はい、真っ先に電話でいろんなアドバイスをしたりとか、あとその今回の大谷選手についても彼のことがすごく心配だと、やっぱりその疲労度だったりとか、その二役をやってるとか、あとオールスターで前田健太投手に自分がメジャーに行く時にバッターボックス立った時に全部の球種を自分のを見せて伝えたとか、その心意気というか気持ち的な部分もかっこいいなって私は思っちゃうんですけど。いやダルビッシュは時として言葉がストレートだから、はい、うん、勘違いされることはあるけども、はい、やっぱ貢献度っていうかさ、いろいろこう伝えていくっていう面では、はい、すごいこうプラスな人間だと思うし、はい、それで賛否は呼ぶよ、はい、賛否は呼んでもそれをひるまず発信続けるさ、はい、ダルビッシュっていうのは俺は素敵だと思ってるよね。そうですね、うん、豊さん、今後そのダルビッシュ投手このメジャーでどんな風な活躍というか進化を今後遂げていくって、いやサイ・ヤング賞は取らなきゃいかんでしょと俺は思ってるけどね、うん、ただそれにはやっぱチームのバッターとの兼ね合いだとか、はい、いろんなものがあって、まあ守備力とかね、はい、いろんなものがあるけども、まあ、大谷も今年ホームランを打ったら、はい、ホームランを取ったら、まあ、サイ・ヤング賞をダルビッシュと争ってくれると、これは嬉しいことだよね日本人として夢のようなことですね、うん、まあ、投げ合いするとかね、はい、それが日本ハム出身っていうのがすごいよな彼らがいたら日本ハムがこんなに戦うってことはなかったのまあそうですだって優勝争いしてるよね確実に。いやそうですよね、うん、プラス日本ハムのそのくじの引き運っていうんですか、うん、もうすごいですよね、すごい、いい選手プラス有原が行ってるからね向こうに。
三投手行ってるわけですよね。そうそうそう、すごいですよね。花巻なんか2人行ってるわけだからね。あ、菊池雄星投手。そうそうそう、いやすごいよ。すごいですね、今の若い選手たちってすごいですね。まあ頼もしいよね。はい、まあでも夢の対決はなかったけども、はい、でも同じ空間でなんか見れたっていうのはね、うん、まあまあ次への楽しみになったかなっていうのもね。そうですね、はい、はい。